今帰ったぞ。おお、三宅、土方さんからお話がある。お前たちは実によく戦ってる。俺は心から褒めてやりたい。これからもいいか、徳川にも骨のある奴がいることを薩長の奴らに思い知らせてやれ。ささやかだが、お前たちに進物がある。たまにはウサも晴らしたいだろう。これから酒を馳走する。楽しんでくれ。酒だ。ただし言っとくが、大した酒じゃねえ。今さっき敵からかっぱらってきたやつだ。好きなだけ飲めと言いたいところだが、ここは戦場だ。あんまりヘベレケになってもらっても困るから、一人一杯ずつとする。そうま。では一度、おのおの器を持ってここに一列へ並んでください。一人一杯だぞ。お知らぬ顔して何度も並ぶんじゃねえぞ。土方さんも随分と丸くなったな。鬼の副長と言われてた頃が嘘みたいですね。近藤先生が亡くなってからあの人は変わった。ええ、土方奉行、見てみろ。土方さんも飲んでください。大使たちは皆土方さんに惚れている。今日にいた頃は無理やりハットで縛ったとこもあったが、今はそんなもんもいらん。皆心の底から土方さんを慕ってんだ。すまんない。土方奉行、一度お聞きしたいことがあったんですか。その奉行ってのだけやめてくんねえかな。どうしてですか。背中が痒くなんだよ。しかし何とお呼びすれば。やっぱり副長かな。では副長に質問があるんですが。なんだ。私らは入隊したのが随分後なので昔のことをよく知らないんですが、新選組はそもそもどんな風にして始まったんですか。京に登った時は浪士組と言ってた。浪士組。それから清中浪士組になったり身分浪士組になったりしてな、最後に新選組になった。最初は13人しかいなかったというのは本当なんですか。浪士組が別れた時、最初に京に残ると決めたのが13人だ。たったそれだけですか。お前それで驚いてたらあれだぞ。江戸にいた頃なんかは近藤さんを入れて8人だった。8人。始まりは8人。近藤さんに俺に掃除、長倉に佐之助に平助に源さん、それから山並さん。山並さん。はあ、ハットに背いて切腹させられた人ですよね。山並総長は武士の中の武士だ。え、あの人がいなきゃ今の新選組はなかった。そうなんですか。まあ昔の話はもういいよ。これからの新選組を引っ張っていくのはお前たちだ。よろしく頼むぞ。はい、はい。